はい、皆さん、毎度毎度。はい、女子大生の部屋から見ながらデジタルパーマに対して一言ね。まあ、デジタルパーマは、システム的に大したことないと。で、まひまかかって値段が高くなった割には、演出効果しかないと。パーマとしては、コールドパーマのが、やっぱり上かなと。デジタルパーマ、デジパー、名前負け、っていうの名前が先行っちゃったよね。名前の響きがいいからいいパーマかなとみんな思っちゃうね、お客様がね。 いや、そ、実はそんなことないのよ。まあ、ただの緩いパーマなんだよね。ま、あそうやって言うとね、コールドパーマで、ちょっと失敗すると強くかかるけどね、デジタルパーマの場合は、重損傷もでない限り、強くはかかんないからね、どう頑張っても。手堅く緩くかかるパーマなのか。デジタルパーマの特徴としてはそんなところかな。あと自分が何年もやってきた感じ、温度とか、なんたらかんたらとか、ケミカルだろう、どうのこうのっていうのはあまり関係ないね。適当に軟化したものを、 巻くと。で、熱を45度もかかってりゃ、OK? だからね、48度でね、5分やりました、50度でさらに2分やりましたとかね、そういう細かい設定あまりないね。問題はね、髪の毛が温まったかどうか手で触って十分温まる。40、まあ5度ありゃ十分だな。50度必要ねえな。そんで、まあ、10分も置けばもう化学変化止まっちゃってっからね。もっと早く止まってっかな。 温度が上がったらね、だら10分も15分も20分も一緒、加熱時間はね。長く置いたからったって化学変化が進むっていう問題ないね。同じだね。短く塗るかったらもちろん化学変化が足りないってことになるかもしれないけどね、ある一定を超えちゃったらね、何やっても一緒。うん、髪の毛触って、路頭の上から触って45度あればね、あ、もう十分、OK。時間なんか何分だっていいや。意外とね、その程度の大雑把な作業で十分なのよ、ね、デジタルパーマーって。細かくやったからってどうって変わんねえから。 まあねデジタルパーマー始めてちょっとの人はやっぱり細かいこと気にすんだよ。ああした方がいい、こうした方がいいってね。で、うまくいかないからうまくいった時のデータ取っといたりね。で、そのデータを中心になんか書き回して考えるようになっちゃうのかな。とんでね、うまくなるとね、何やってもかかるんだよ。デジタルパーマー。そうするともう、う細けいことどうでもよくなっちゃうんだな。デジタルパーマー最大のさ、問題は、なんかがわかんないよね。最初にデジタルパーマーの薬つけて、 放置するんだけどね。その時点でね、薬の強さ間違えたらもうかかんねえし、バリバリに痛むと、ぐちゃぐちゃにかかりすぎちゃうしね。これが一番難しいね。まあデジタルパーマはね、魔法のパーマじゃないからね。まあデジタルパーマがね、流行ってた頃みんなかけてたけど、よく、そういうお客様がうちに来るじゃないかとかなんかしにさ、デジタルパーマかけたのって自慢して言ってるけど、何これ濡れてる時はまあなんかカール出てるけど、乾くとバリバリゴワゴワ宿毛矯正のし はい、動画の方はね、今、薬作ってんだよ。毛先中間に塗る薬。で、この間にさ、塗ってる間にも5分ぐらい経っちゃってんじゃない数分経ってるじゃないそうするとさ、結構ね、悩みはしないけど、ね、時間かかるね。早くおっさん作って、塗れよ、みたいに。まあ、こういう手のる、